足が裏側に後ろに立ち花の馬が出払い手払いかまじなの馬が後を積み手払うのがあえたまえ清めたまえと申せる大きく示せる四国に賢いもする展覧会でファブリアーノと出会いました。この機会に水彩画の本当の面白さを知りました。70カ国2000人のアーティストがイタリアファブリアーノに集まる、このとても大きく多くの人のつながりで行われる水彩画フェスティバルにとても興味深いものを感じ、それは私というアーティストだけではなく人間にとってとても素晴らしいフェスティバルだと感じたのです。一つはファブリアーノの活動が当初から芸術性で社会を良くする目的を持ち市民活動と育っていった経緯がある。このことはとても素晴らしいことです。一般的に社会の中でアーティストは競争する立場にあり、連帯することが少ないと思っています。この活動がファブリアーノの町の伝統を再び町の人たちに取り戻させ、彼らの誇りをよみがえらせた点がとても素晴らしい。作品の展示方法にも、歴史ある町に芸術で新しい息吹を感じさせる生命感がある。特に私が目を奪われたのがデモンストレーションでした。大きなプロジェクトを前にまだ見ぬ作品を会場の多くの人々が待ち焦がれる。素晴らしい緊張の中で作家が制作を始め、白い水彩紙の中にまるで即興のドラマのように生まれていく様を手に取るように見ることができる。これこそ水彩画の特性を生かした素晴らしいパフォーマンスだと感じました。アンナ・マシニッサとそのグループの活動は人の命と芸術との真の関係をそれに関わる人全てに連想させる。芸術に生き感じつながり合う深い本能の確認であると感じた。現在のファブリアーノがまさにそうであると私は思っています。